最初入選されて、はい、まあ、それいかがでしょうか。本当にもう驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。どうでしょう。はい、ありがとうございます。はい、大きなところで上映していただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。改めて作品の見どころとかをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、アマゾラとラジオという作品は家族の小さな優しさを描いた作品でして、家族っていうとやっぱり距離が近い分安心感もあるんですけど、近すぎると逆にちょっとこうその存在が鬱陶しいなとか、ちょっとや面倒くさいなって思ったりもするんですけど、ただそういったその小さな優しさって一見見えない、その見落としがちなものなんですが、その小さな積み重ねがきっとなんかその家族の家族たるものをこう表してくれると思って、そういった優しさの居場所をどっかこの映画を通して感じてもらえたらいいなと思って、今回、テーマとして作りました。そうですね、私自身妹役として参加させていただいたんですけど、実際兄弟がいなくてどうなるんだろうっては思ってたんですけど、やっぱ家族っていうのはどこも変わらないなと思って、自分の母親父親との距離感とかっていうのをいろいろ考えながら演じていると、やっぱおのずと、あ、ここムカつくなとか、あ、ここ感じ優しさを感じてるけどやっぱ素直にうまく言えないなとかっていうもどかしさっていうのはやっぱ感じながら、実際妹役っていう形ですけど家族としての在り方を考えながら演じることができたので、すごい素敵な作品に出演させていただけたなと思えて、よかったです。ありがとうございます。この物語の一番元になった家族っていうのが実は私の家族でして、実際母がちょっと認知症になってしまったりとかしてっていうエピソードを監督がうまく拾ってくれて、すごく素敵な作品に仕上げてくれたので、本当に家族の中から出てきた物語なので、そこを皆さんもどこかしら共感して見ていただけたら嬉しいなと思います。制作する上で特に印象に残っている出来事があったりしますか。撮影自体は1日ちょっとぐらいで終わったんですけど、やっぱり印象に残っているのはそのリハーサルの時間がすごい僕は時間をかけて本番に臨んだんですけど、その間にその最初その兄弟っていう関係性を作るまでにやっぱり時間がすごいかかって、それをやっぱり3人主演の2人と一緒にこう試行錯誤を重ねて、リハーサルを何度も重ねて話し合って、そういったなんていうんですかね、その準備期間が僕の中ではとても印象に残りましたし、すごい今後の、制作の糧にもなっております。私はもちろんそのリハーサルの時間での積み重ねもすごく印象に残ってるんですけど、やっぱりロケ地となった家が私は本当に撮影のタイミングでこうふっと足を踏み入れたんですけど、やっぱ実家の温かみというかそういうものもすごいリンクするものもあって、こう自然といろいろリハーサルで積み重ねてきたものプラスアルファそのロケ地から引っ張り出された家族のぬくもり温かみ実家の存在感っていうものを感じたので、あの瞬間はすごい印象に残ってます。実はあそこロケ地になったの、お家があるのが仙台なんですけど、でも役者とかスタッフはみんな東京から実は1台の車に乗り込んで行って、朝から行ってで午後から撮るっていうようなことをしたので、そのみんなでちょっとまあ合宿みたいな感じで作ったのがなんかこういいチーム感も出たし家族感も出たなっていうのがあったので、それがすごく良かったなと思ってます。最後に岩槻映画祭ということで岩槻にお越しいただいたんですけど、岩槻の印象はどうでしょうか。そうですね、めちゃくちゃ道が素敵、道路が素敵な道路でした。平成通りっていうんですかね、あの通りがすごい絵になるなと思って、いつかまた今度は岩槻を舞台になんか作品撮れたらいいなって思いました。はい、私もここまでちょっと距離があるんですけど、そこの間こう歩いてる間に
マップ通りに行くの嫌でこうジグザグしながら歩いてきたんですけど、もうどの道もすごくあの好奇心が震えるような道が多くて、なんか人形の街とか、なんか大工のカッパさんがいたりとか、なんだろうこれはっていうのを楽しみながらすごい歩いてたので、なんか最初遠いなと思ったんですけど、この距離がすごく昨日今日2日間すごく楽しみに来れました。ありがとうございます。こちらの中で食べられるって聞いた豆腐ラーメンに食べたくて昨日も今日もトライしようとしたんですけど、あまりの行列に食べられなかったので、もうあのもう一度この映画祭終わったら食べに行きたいなっていうふうに思ってます。はい、今の岩月楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。